で飲んでてもいい。うまそう。じゃーん、やったー。めちゃめちゃ美味しそうにできてるよ。あ、いい香り。でかいね。ちょっとでかいんですよ。何メートルあんの？何メートル？まあそれで言うと 1.87 メートルですね。え、もっとでしょう。いやいやいや、2メーター2メーターはない。2メーター 12？ 2メーター12はないです。2メーター12やったらバスケット選手になるんですかね。ということで今回はですね、うん、なんと、はい、小野坂さんの持ち込み企画。あ、ありがとう。聞いたら、そのご飯も自分で作んないし、作んないですね。その割にお酒が好きだって言うから、大好きですね。家で何を当てに食ってんだろうと思って。空気ですね。仙人なんか今日はですね、はい、メキチュル、え、僕が、え、今日はお料理を作りますので、えぇ、メキチュルはカメラから離れたところで休憩しといてください。休憩はいいですか？先輩が全部作ってくださるんですか？一から作りますので、今日どんな気分？そう思ったんですよ。だから今日はまだ言ってないです。まだ言ってないです。今からスーパーに行っていきます。今からスーパー行くんですか？はい。なので、はい、美味しい料理っていうのは、はい、素材が良くないと、はい、何にも美味しくないんですよ。なるほど。だからもう本当に100グラム何円って書いているものがあったら、はいはい、一番高いやつ一番高いやつどんどん買ってめちゃくちゃ乱暴ですね。ガサーン、シュンガサーン。今日は美味しくできるよ。いや、それは絶対美味しいでしょうね。いや、でもスーパーまではカメラマンさんとか別に行かないわけですよね。使い放題です。じゃあ待っております。スーパー行ってまいります。行ってらっしゃいませ。スーパー。このまま行くんだ、本当に。行っちゃった。本当にどうなるんでしょうね。待つか。いや、全く想像できない。うん、めっちゃいい。うわ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 、え、来たね。買ってる。買ってきたね。え、何買ってきたんですか、そんなに。買ってきたね。結構の量ありますよ。結構の量あるけど、はい、ちょっと食材出すから何作ると思うか見てて。ムール貝、うん、エビ、うん、ヤリイカ、うん、鶏、パセリ、うん、トマト、はい、玉ねぎ、はい、パプリカ、はい、レモン、はい、ニンニク、あともうちょっとありますけどね、食材。え、シーフードと鶏って一緒にいられるんですか？料理の中で。これはね、どっちかっていうとね、はい、お出汁なんです。おー、お出汁。どっちかっていうとこの辺の具がちょっと上に乗っかって、あ、メインっていう。そう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 。もったいな。お出汁、お出汁にする値段じゃない。お出汁、めちゃくちゃいい鶏。あ、これを上に乗っけるって言いましたね。そうですね、乗っけるんだ。うん、そう、その通り。パエリア。あー、ゆっ、おー、びっくり。パエリアだ。パエリアだ。パエリア、しかも日本っぽいパエリア。あ、お米もこうパラパラじゃなくて、ちょっとふんわかした。うわー、お米だって好きなんだもんね。日本米大好きなんですよ。それ聞いてましたので。うわー、ふっくらしたパエリアを。いや、ちょっと待ってください、食べたことない。それとビールと合わせて最高じゃないですか。じゃあ、ぐわーってなりますよ。早く食べたいです。ものすごく時間がかかります。うわ、その切り方なんすか。みじん切り見たことない。みじん切りなんすか、それ。みじん切りやん。へえ。なんでその頭の部分切らないんですか。なんで普通にこうやったから。うわうわうわ、早い早い早い。みじんなんて言ってるよ、みじんに。うわ、みじんだ。ちょっとやりづらいかな。
この包丁がめちゃめちゃ切れるから、すごい料理が上達したみたいな感じになってるよ、これ。いや、テレビによく出てる、はい、世界一切れる包丁っつって、僕が同じ包丁使っても多分同じことにはならない。いやいやいや、誰が切っても。そんな包丁ありますか？誰が切ってもね、この包丁。こんなにスライス上手にできるんです。お値段はおいくらなんですか？めちゃくちゃ高い。もう普段は、ラーメンとかばっかりなんですよ。本格的な方のラーメン？いやもう本格的なものから、袋ラーメン、カップラーメン、お店ラーメン。最高ですよ。俺ほんとラーメンダメなんだよな。なかなか食べないんですか？食べない。ラーメン屋でそのさ、めちゃくちゃ美味しいっていう基準って何なの？一口食べた時に、頭がパーってこう開ける感じですかね。ちょっと詳しく教えていただければ。テクション、これちょっと潰して。はい、かしこまりました。やった、初仕事だ。料理してる。何作ってるんですか？これだからね、ご飯ですから、お水が必要ですよね。はい、でこれをスープとサフラン。はぁー、はぁー、これで炊くんですね。そうです、そうです。へぇ、できました。溶けた？本当に確認してください。バッチリです。マジで？はい、いい仕事できたと思ってます。ありがとうございます。溶けてるこれね、油をね、染み込ませて、染み込ませて、香りがいい。もうこの時点でめちゃくちゃお腹減ってくるね。この時点で飲めますもん、僕。何やったら横で飲んでてもいい。そんな先輩差し置いて、作ってますから。先輩に料理作らせて隣で後輩グビグビ酒飲んでる。やばい。そんなやばいやつら YouTube で流せませんよ、そんなの。今工程で言うとどれぐらいなんですか？声優プレイ。お、うわ、美味しそうになってきた。パエリアの色になった。サフラン、サフランな。パエリアの色になったよ。サフランな、サフランな。サフラン、サフランな。お花や、紅花。紅花だ。紅花な。これはね、風味がいいと思いますよ。うわー、うまそう。キッチンタイムあります？あ、測りましょうか。15分。これ変わるともう味変わりますからね。ぴったりやで。ぴったりやで。え、押して、押してる。30秒は無駄にしてますよ、今この瞬間に。これもう15秒で失敗したら俺もやりたかったのに。この食器洗いタイムを、食器僕洗いますか？自然にやってたわ。なんか自然とこ見ちゃいましたけど、自然にやってたわ。なんかもう僕、じゃあ僕洗いますこれ。いや、よ、その江口君はめちゃめちゃ疲れてんねやから。くそ、そんな今日はやらしてくれよ。いや先輩に、だって僕もうずっとぼーっとこう見てるだけですよ。どっちも右も左も。今日はやらしてくれよ先輩。全部やらしてくれ。あとでお前らのことは怒るからな。さあ、はい、君。え、いよいよできました。ついにですか？はい。じゃあ開けられるんですね、これ蓋。見てみたい。見たいですか？見たいです。開けない。開けない。こんなんやってて、はい、バチャンってなって。最悪、最悪ですよ。いただきますよ。はい、お願いします。じゃーん、やったー。めちゃめちゃ美味しそうにできてるやん。あ、いい香り。はい、食べる。いや、食べたいです。よし。え、あれ、完成ただし試食は次回。次回もね、持てない。楽しみに。
お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、うわー、来たー。めちゃくちゃうまい。普通、お酒木箱入ってますから。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。